今、新潟知事選挙の速報の方はツイッターで流しているところなんですけど、今、21時57分ですね、21時57分で、55分前に、もう実際9時な、この画像は9時3分前だったんですけど、9時から開票なのに、これが流れてました。開票をまだしてないのに、開票率26点、この26点はちょっと間違いなんでしょうけど、1桁間違ったんでしょうけど、開票が流れてました。これは不正の証拠です。21から開票ですので、まだ開票してない。で、開票しても集計に時間かかりますので、そう簡単に出ませんので、これは不正の証拠です。で、今が、ちょっと時間が、21時57分なんですけど、このツイッターは56分前、もうこのツイッター9時に流したんですけど、実際この画像を撮影したのは9時3分前なんですね。で、何で撮影したかというと、こちらの、ライブですね、新潟知事選の開票速報ですね。今もリアルタイムで、こんなに開票出てますけど、これで9時前に開票の、開票率が出てるのが、取りましたんで、これは不正の証拠になります。で、この開票は機械で読み取るんですけど、機械で読めなかった票を人の手で、読んで、機械で読めた票も人の手で読んで、さら、2回繰り返すので、21時半でもまだ集計はゼロであるのが普通なぐらいなんですけど、どんどん開票が進んでいるところも、不正の証拠と言えます。以上、お知らせします。失礼します。